さあここはシャノン・ショーターシュートに行きますが、ギャベードアーズリバウンド、富樫スリーポイント狙って決めていきます。決してですね、あれ今のだってうまいんですよね。あと佐藤中に切れ込んでいきました。関のスリーポイント狙っていく、よく入れました。ショットクロックは残り8秒、ジャクソンからキックアウト、ライアン・ケリースリーポイント。これね、でもサイズが決めていきました、はい、このライアン・ケリーの外からのシュートですよね。距離長いですよね、NBA のスリーポイントの距離ですからね。そうですよね、はい、シャノン・ショーターに対しては渡辺、このマッチアップ、ここは柔らかいタッチ、はい、シャノン・ショーターが決めていきました。シャノン・ショーター自分でいきました。いやー、一気に同点ですからね、はい、こういうレベルの高いチーム同士っていうのはですね、やっぱり流れがですね、流れのつかみ合いのゲームになるんで、まあ、こういうゲームになりますよね。そうなりますね、はい、これはタフショットになりました。ターンオーバー、ライアン・ケリーファールをもらいながらバスケットカウントアンプロー、今のももらいきましたよね。うまい、山内浮かしてジャクソン、どこを使うか、野口スリーポイント、ここで決めていきます。ここでショーターが力つける、シャノン・ショーター、ほらリズム乗ってきましたね、やっぱりね。シャノン・ショーターがボールを持っていく、そしてギャビン・エドワーズから西村シュート、ここはベテラン、本当にベンドラメに富樫がついていく、ライアン・ケリーインサイド、ジャクソンブロックされる、すごいっすね、サイズの強力ブロック、そしてギャビン・エドワーズでしたね。いや強烈です。ここでジャクソンがダンクに行こうというところ、ピックに行くライアン・ケリー、ライアン・ケリーが自分で行って決めた。ライアン・ケリー決めてきた。91対91同点ですからね、タフショットでしたよ。いやこれよく決めましたよ、まあ難しいですね、ディフェンス頑張った。富樫がいって、最後はギャビン・エドワーズ、最後の最後決め切りました、千葉ジェッツ。